ナワル、変身後の姿ナワルとは、メソアメリカ地域において伝承される鳥獣に、変身する能力を持つとされた、妖術師や魔女あるいは変身後の姿を指す。ナワルは、ナワトル語のノアリーに語源を持ち、同地域の先住民の信仰に由来した考えである。彼らの神は、となると呼ばれる精霊を宿しており、その力によって、本来の姿とは別の姿である。 もう一人の自我である動物や、その他自然界の力に変身できると考えられていた。例えば、テスカトリポカガは、自己の妖術を用いて、トナルの力を呼び起こして、ジャガーに変身できるとされていた。また、トナルは、人間が生まれた時から、影の精霊として、それぞれの魂を構成しており、神と近い地位にあるシャーマンのような人々は、 睡眠中の夢などを媒介としてその力を使って、長獣に変身すると考えられていた。オルメカ文明の遺跡からはひざまずいた男性が、ジャガーへの変身途中の姿を描いたものなど、様々な長獣。ナワルとされた人々が実際に変身するか否かは、別として、スペイン植民地時代においても、ナールは先住民居住地域において、カリスマ的。 エリート的な要素を持った指導者として活躍していた。そのことは当時のキリスト教宣教師にも認識されており、彼らの中にはナワルが悪魔と契約して動物などに変身すると信じているものもあった。折しもヨーロッパにて魔女狩りに伴って、その一種とされた狼つきの探索が盛んであった時期と重なっていた。となるとは、 しばしば、ナワルト体となる存在として扱われているが、実際には、ナワルではない一般の人々にも、精霊として付随している。人の魂を表とすれば、となるは、影の存在であると考えられている。となるは誕生直後に発見され、そのきっかけは、トナルとなると、ゆかりのある動物との接触によるものが多いとされる。となるという語は、ナワトル語のとを語源とするが、この言葉には、 魂という意味の他に、太陽やの火などの意味も含んでいる。となるは、となるポワリと結びついているとされ、各美に対応するとなるがあるとされている。したがって、誕生日に属するとなるに由来して個人名をつける、慣習が存在した。ウアイは、マヤ語に由来する言葉で、マヤ文明におけるナワルと同義とされているが、オルメカ文明やメキシコ高原方面におけるナールの要素に、 となるにおける魂や精霊の要素も含んでいる。これは人間と和愛を共通する本質と捉えて、わるとあるよりも接近した関係にあると解しているからであるとされている。マヤの王皇貴族にはここに動物や自然物のインがついていると考えられていた。マヤの象形文字では、王を意味する。 アハウは様式化された人の顔を持って描かれているが、右わのそれはアハウの顔半分が、ジャガーの毛皮で追い尽くされたものとなっている。ありがとうございます。